七瀬彩香の七瀬かー。はーい、みなさんこんばんは、こんばんは。コメントありがとうございます。七瀬彩香です。七瀬彩香の七瀬かん23がスタートです。わーい、始まった。こんばんは、こんばんは。このハムさん始まった、ありがとうございます。ハートリーさん、やーやー。ナッパートムさん、こんばんは、こんばんは。あーさん、あーカッチーさん、パチパチパチ、どうもどうも。あ、YouTube もご覧の皆さんありがとうございます。アイバンさん、おかえりなさい。七瀬さん、ただいまー。はい、あ、ダニエルさん、はい、はーい、はーゆー。合ってる。シリアルさん、あ、横の2個だ、イエーイ、ありがとうございます。はい、あ、マキリさん、パチパチ、ありがとうございます。ということでね、もう1月も終わって2月、今日は9日ですかね、9日ですけども、なんとね、7世間も23ということで、もう2年、約2年が経とうとしている、始まりから。で、次がね、24だから、ちょうど丸々2年ですね。いやー、こっちのカメラだ。こっち、あ、こっち。いや、本当に2年早かったですね。なんかもう23回目かっていう感じ。好きな髪型、ありがとうございます。ちょっとね、今日はポニーテールにしました。母親にね、出る前に、家出る前にポニーテール結んでもらいました。不器用なんで自分できない。ん？あ、キャラ名言わないとは。そう、後ほどね、多分わかると思うんですけど、なんかね、情報をこう漏洩しないために、こう戒めとしてね、今日は飾ってます。キャラ名言わない、今日はそれが目標です。はい、そう、あ、そう思うと結構コロナで大変な時期に始まったんだな。確かに、そのちょうど始まったのって4月21。あ、え、そっか、もう大変な時期だったのって2020年でしたっけ。で、1年経った21年の4月に始まって、もう23年の2月、今日は2月ということ。2月、いやー、時が経つのは早いですね。まあでも1ヶ月に1回だから、なんかさらに早く感じるのかもしれないですね。毎回もう1ヶ月経ったかっていう気分ですもん。あ、アイボンさん、七瀬さん、ポニーテールイズかわいい、センキューセンキューソーマッチ。ありがとうございます。今日はね、ちょっとゆる巻きポニーテールでやっていきます。はい、あ、たくま、西澤さん、西澤たくまさん、はじめまして、キュアバタフライおめでとうございますということで、ね、ありがとうございます。そうなんですよね。いや、もう本当にね、お便りもたくさんいただいて、早速紹介していきたいと思います。はい、ですね、ワクテカネーム、通りすがりのナッパ頭さんからいただきました。ありがとうございます。七瀬さん、こんばんは、こんばんは。毎回楽しく視聴させていただいています。ありがとうございます。広がるスカイプリキュア、キュアバタフライ役ご出演おめでとうございます。ありがとうございます。早速第1話見ました。去年の秋にもうすぐ楽しみな発表ができるとおっしゃっていましたが、まさかの新プリキュアのことと驚き、同時に20年近く続く大きなシリーズのメインキャラに七瀬さんが抜擢されたことに喜び、記事を読んだ時はそわそわして他に手がつかなくなるほど興奮してしまいました。森川社長も喜んでらっしゃいましたね。プリキュアシリーズは最初のシリーズからなんとなく毎週見続けてきていたんですが、今回は主人公のカラーがブルーだったり、過去蝶をワンポイントに使用されたプリキュアたちはいましたが、しっかり名前も含めて昆虫がモチーフになったプリキュアは七瀬さんの担当されるバタフライが初だったり、他にもいろいろ今までと違う新しい要素がたくさんあるみたいで、バタフライの活躍をもちろんいろいろ楽しみに拝見したいと思います。七瀬さん、ビッグタイトルの出演本当におめでとうございます。これから1年と長丁場になると思いますが、お体に気をつけて、プリキュアとして子供たちに夢を与えてあげつつ元気に駆け抜けてください。応援しています。でもプリキュアストアでバタフライのグッズを買うのは
男性には少し勇気がいりそうですねということで、ナッポさんありがとうございますね。皆さんもコメントありがとうございます。ホッピンさんおめでとうございます。ありがとうございます。ハトリさんすげーわ。本当もう私もまさかまさかね、本当にすごいことになりましたこの浜さん、あ、あ、YouTube もダニエルさん、あ、おみすさんポニテ可愛すぎる、ありがとうございます。あ、あ、すごいよあやさまはありがとうございます。いやー本当ね、この浜さん社長が喜んでいたのが感動でした。ホッピンさん朝から衝撃ものでした。あーさん親御さんも喜んでそう。サソリさんおめでとうございますということでね、本当にありがとうございます。そうなんですよね、そうなんかプリキュアのこうオーディションでこう役が決まった時は、ま、結構前だったんですけど、誰にも言っちゃダメだと、しかもその役が決まったよっていう時も結構事務所の方からサプライズみたいな感じで事務所に呼び出されて言ったら変ですよね、なんか理由をつけて事務所になんか来てくださいみたいなで行ったんですよ。それでもうなんかその別の全然動画を撮りますと、なんか私の動画をなんか一回ちょっとコメントを撮りたいから事務所に来てって言われて、でそのつもりで結構メイクとかもちゃんとしていって、なんかコメント撮るんだな、 どんなことを言われるんだろうなみたいな思いながら行ったんですよ。そうしたらなんかコメントの、はいこれ台本ですって言われて、こう台本かと思ってこう A4 の紙1枚ペラッともらって、でなんかこの今日はコメント撮りではなくみたいな、で裏を見てくださいみたいな、裏見たらなんかプリキュア決まりましたおめでとうございますみたいなで それもなんか謎にずっとマネージャーさんがこう携帯で私のことを撮っててアットホームな職場ですそうなんですよ。それでって言って、もうドッキリ、初めて事務所の皆さんにドッキリを仕掛けられがっつりサプライズそうなんですよ。もうだから動画に全て収められていやもうでもね、本当にもうなんかコメント撮りするっていう頭でしかなかったので、なんか文字読んで1分ぐらいみたいなもう本当にフリーズしちゃって、その動画はどこで見れますか動画出してほしいですってちょっとでいやね、そう本当に事務所の皆さんもね本当喜んでくれて、本当にもうそこからその家族にもでも情報のことは言っちゃダメっていうことでね、なんかもう誰にも言っちゃいけない秘密みたいな感じで自分の中でずっと抱えてて、でもなんか漏れたらどうしよう、夢でなんかつぶやいこう朝こう寝ぼけながらツイートしちゃったらどうしようとか、もう結構うなされてるレベルでなんかドキドキしてて、いや本当に、なので今発表されてこの話してるのが夢じゃないかどうかっていうのがなんかもう不安なぐらい、どっから漏れるか分かんないもんね。そうなんですよ、もうなんか怖すぎて考えすぎよ。いやもう私結構そういうこうなんかこう嘘、とっさに嘘つけないみたいなところがあるんで、不意打ちされると、なので今日のこっちだ、これなんですよ、キャラ名言わないツイートしたらすげえ怒られそうっていうか、怒られる前になんかわかんないですけど、もうねクビになったら最悪ですよ、もうほんとねだからまずね本当に、でも無事に発表できてっていうのはすごいもう安心もしましたし、まあすごくねみんなから事務所の方もそうですし皆さんもおめでとうって言ってもらえて、であとはやっぱり中学高校あと小学校の時のお友達とかもなんかなんかニュースで読んでたらそのプリキュアって20周年なんだと思って見てたら、あれこの七瀬彩香ってみたいな、なんかおめでとうみたいな感じで、すごくいつも来ない、連絡来ない子も連絡来ない子もっていうかあんまり連絡取ってまあ LINE がみんなから来て、本当になかなかそんな毎日 LINE なんてしないじゃないですか
なんか変なこと言っちゃったかな。そう、友達とかからふとプリキュアの話振られたら焦りそう。そう、もう守秘義務破ったらもう仕事来ないよね、ほんと。ね、なのでもうほんとにね、親戚とか友達が増えるやつだ。そうなんですよ。ね、でも、そう、母親とか、あの、家族にもずっと言えなかったので、なんか家でちょっと練習するときとかも、もう、うん、怖くて そこの部分だけ小さい声でちょっと練習したりとか、そう、練習のところでもちょっと大きい声で言っちゃうとなんか近所に知れ渡っちゃうんじゃないかみたいなとこがあって、ちょっとずっとセキュリティ強化の期間でしたけどね、本当に話せるようになってよかったです。ということでね、本当でも、まあ、あの第1話がね放送されてこれからっていうところで、まあ、私もまだ登場してないんですけど、あの毎週朝ね、日曜日8時半から皆さん日曜日に起きて、ぜひ毎週見てほしいですし、うん、私もあの頑張ります。本当に何ですかね、やっぱり決まった時がすごく嬉しくて、まあ、まさかっていう、まさかまさか自分がっていう気持ちもあったんですけど、まあ、それ以上にすごい頑張ろうって、頑張れる、なんて言うんだろう、機会が自分にもこう来て、もうすごく嬉しかったっていうのもありますし、あとプリキュア20周年ということでね、あの今、うん、今はないんですけど、新宿の東口と西口のあのスクリーン、大きいスクリーンに2月5日とかまでかなに、あの20周年の広告が流れてたんですけど、そこに何回か通って、私も見てたんですけど、ちっちゃいお子さんとか、うん、あとは私たちと同世代ぐらいの女の子とか、でもお母さん世代の皆さんとかも、ほんと幅広い老若男女の方がもう足をと、止めて、じーっと見ていて、なんか子供たちも自分の推しのプリキュアの前で写真撮ったり、あのはしゃいでたりするところを見て、もうなんか感動というか、すっごい夢の、みんなに夢を与えてる作品なんだなって感動したし、さらに私もなんか皆さんに感動とか勇気とか、まあ、なんかすごい綺麗な、偉そうな、綺麗な言葉になっちゃうんですけど、なんかありきたりな、うん、でも届けられるように、まあ、あの演技もそうですし、私自身もちゃんと成長したいなって思いました。なので1年間頑張るので、ぜひ毎週見てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。今回役が決まった他の声優さんもずっと言えなかったとおっしゃってましたね。そうなんですよね、もう言えない期間がね、ちょっとドキドキでした。あのオタク、もしかしてプリキュアが住んでるんじゃないかしらって噂になったかも。お、明日のあー、確かに確かに、家で練習しててね。でもほんとそうですよね、もう窓閉め切って、でも防音じゃないんですよね、私の部屋が。防音にした方がいいのかなとか悩んでるうちにね、もうデビューしてから7年とか経ってしまって後回しにしすぎだろ防音の件って感じで、ね、あ、おみそさん1話だけ見てもすごく勇気もらえた、あ、めちゃめちゃ応援しますよ、かっちーさん、ありがとうございます。とある漫画家さんが G 作品がアニメ化決定を数年間言えなかった話を思い出します。ポッピンさん、数年間言えないって結構もう忘れちゃいますよね、その数年間の間に何を言うんだか。あ、ふわりるさん YouTube のコメントです。普段プリキュアの絵を描くので、バタフライの絵もそのうち描いて載せたいです。いやー、ほんとありがとうございます、楽しみにしてます。あのね、ツイッター、ちょっと事務所の公式のツイッターはいいねがね、関係者の方しかなかなか押せなくて、申し訳ないんですけど、皆さんほんとプリキュアの絵だったり、その他私が携わったキャラクターの絵をたくさん描いてくださってる方を、もうツイッター上でたくさん観測しています。本当になんかすっごい素敵な絵描いてくださる方いっぱいで、もう全部にいいねしたいんですけど、ちょっとできなくて申し訳ないんですけど、もう見てます。なので楽しみにしてます、ありがとうございます。あ、昔の電話ボックスみたいな小型の防音室もあるらしいですね。そうなんですよね、なんかね、そう、ち
ちっちゃくて狭くてなんか箱型の、だから見てみたら新品だと50万円ぐらいするのかな、割といい値段するんですよね。それでなんか中古だと2、30万ぐらいみたいな、躊躇してますバイクは買えたのに防音は買えないダメだ小さい防音室タムリクラブで見たな、あー私わかんないやつ、あるあるだということでね、そうなんです。なので、うん、ちょっとね毎週日曜日は皆さん早起きして、私も早起きして見ましょういや本当にね嬉しいな。わあ、おみそさん、あや様活躍してるの見ると自分のことのように嬉しい嬉しいあ、ここは七瀬あやかさんに防音室をクラウドファンディングをダメダメダメそんなね皆さんにね出させるほどの ものじゃないというか、私がね、うん、精一杯ね、そう皆さんが応援してくださってる分ね、ちょっとねちゃんと防音室な、部屋に置いたらもう部屋がもう足の踏み場がないな、きっと狭いからとかね言ってるとダメですね。ちょっとここは腹をくくって、守秘義務がご家族にも及ぶのは大変でしたね。いや本当にね、でもなかなかねやっぱりオーディションの資料とかももう自分の部屋にこう積み立てて、人の目に、人の目というかに 見られないようにしてるんですけどね、そこがね結構やっぱりこのお仕事なんかドキドキしちゃいますね。なんかスプラッと言っちゃいそうになるから、言ったことないですけど、だから本当に怖いんですよ。もう言いませんね、もう私もうどんどん話しているとボロが、ボロというか出てきそうなので、はい、七瀬さんが嬉しそうに語ってるのが本当に嬉しい。いや本当に、でも私は皆さんがこういう風に言ってくれるのが本当に嬉しくて、うん、本当に嬉しいです。本当ありがとうございます。でもね皆さん の期待にというか応援に応えられるように頑張っていきたいです。はい、ということでね、はい、さっきの一番冒頭にいつも言うね、番組の説明を言ってなかったので今言います感想はハッシュタグ七瀬感をつけて投稿をよろしくお願いします。こちらもね私チェックしてますのでね、ぜひぜひ良かったところとか悪いところも書いてくれたら、いつもね反省して次に生かすっていうことができるっていうのがね私の強みでございますのではい、皆さん悪いとこもいいとこも書いてください、見てますので、はい。でね、前半のみね、皆さんさっきからコメントも YouTube ありがとうございます、 YouTube からも放送しておりますのでね、ぜひぜひ30分最初はね無料放送で、あ、よろしくお願いします。たくまさん、ダニエルさん、ありがとうございます。はい、プリキュアヒストリー、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、お便り読んでいきたいと思います。はい、あ、そうですね、今回お便りで好きな本のお便りをテーマで、募集したので、そのお話をしていこうかなって思います。はい、ワクテカネーム冬木さんからいただきました、ありがとうございます。あやかさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。今月のメールテーマ、好きな本の話について。私は推理小説が好きなので、島田総司さんや太田忠さんの本と言いたいところですが、一番読んでいるのは多分国語辞典です。外出中はネットですが、自宅にいるときは国語辞典を使い、調べた言葉を鉛筆でチェック入れたり、使用例を書き込んだりしています。ちなみに国語辞典の奥付けを見ると1997年2月に発行されたようなので、私は20年以上使っていることになりますが、あやかさんが昔から読み続けているのはどんな本ですか。では今日の生放送も最後まで楽しみにしています、ということでね、お写真もね添付していただいて、国語辞典の写真なんですけど、書き込みがめっちゃすごいんですよ。見せれないけど想像してください。国語辞典って めっちゃちっちゃいじゃないですか、文字がそこにこう鉛筆でバッと書いてあるんですよね。
はい、冬木さんありがとうございます。いや本当にね、冬木さんはいつもあの趣のある文章を書かれるのは国語辞典からなのかっていうね、好きな本、私国語辞典とかって皆さんいつまで使ってました？私中学とか高校の時も電子辞書だったんですよね。だからあんまりこの本の国語辞典っていうのは馴染みがなくて、でも引き方を覚えるために小学校か中学校の時に本でこう先生、国語の先生が絶対にその本の辞書で引きなさいっていう先生がいて、で本を使ってた時はあったけどっていう感じですね。辞書親からもらわなかった？親の辞書を代々引き継ぐ的な。あ、でもあの家にはありました。でももらってはいないかもしれないです。家にあってこれは親の辞書だぐらいの認識で、新しい辞書買いましたね。国語辞書辞典とか自分の。あ、私は一時期国語辞典で遊ぶアナログゲームにハマってました。何それ。気になる。しばらく聞いてないな。そうですよね。あ、おみそさん昔から好きで今も辞書バリバリ使ってます。すごい。マキリさん高校生くらいまではよく引いてたかも。そうですよね。辞書は入学祝いとかだったかな。うん、そうですよね。私は結局その電子辞書が相棒でした。電子辞書の中のなんかクイズみたいなので遊んでました、授業中。ダメダメエピソード。そう、アクセント辞典を使ってますかっていうことでね。そうなんですよ。私が一番馴染みがあるのはあのアクセント辞典ですね。アクセント辞典養成所に入った時からあの大きい NHK の辞典買って、紙のもので、その養成所時代はずっとそれを持って歩いてたんですけど、 NHK のアクセント辞典でも今はスマホのアプリでその音声も流れるアクセント辞典があるんですよ。でやっぱり辞書を持ち歩くのはね、重いし肩こるしということで、なんか課金するんですけど、そのアクセント辞典のスマホ版は2000円ぐらいしたかな。でも最近はそっちが楽すぎてそっちを使ってしますね。ちゃんとあの文字というかでも出てくる、画面でも出てくるし、音声のとこをタップするとこうちゃんと音声まで流れるっていうので、アクセント辞典でも養成所時代は紙の方を重いけど持ち歩いてました。国語辞典の大辞林は合ってますか。大辞林でアクセント記号が載ってたりしますよね。そうですよね。そう、やっぱりね、現場でアクセントキャラっぽいのはこっちだよねとか、やっぱりこう日本語を大切にしたいからこっちで行きましょうとか、あとはなんかこうそういう時にね、やっぱり音響監督さんとかがあの国語辞典とやっぱりあのアクセント辞典2つ持っていて、でそこでやっぱり日本語のまず助詞とかそういう部分からこう考えてアクセントをあのしっかりこうどっちがいいかっていうのでこう勉強していくみたいな時は何回もあって、アクセントって本当大切だし、ね、本当正しいアクセントを使っていきたいと思いつつ、ね、東京出身なんですけどなかなか間違えてる時もあったりして、アクセントはまだまだ勉強が必要ですね、はい、本当に。あ、この時期よく聞く2月のアクセントについての話題。ガタガタ。2月を間違えないように言おうと思ったらアクセント。2月4月なんですよね。あ、もうやめようこの話。自信なくなってくる。あとあの本が熱いと、あの熱いのあれもね、なんかあのそうですね、そのアクセント問題もね、ちょっと
もうこの話はちょっと自信ないです。なんか自信なくなりますね。あの台本にこういつもだったら書き込んでそれを読むんですよ。でもあの今何もないこう空白の時に自分から出るアクセントは怖すぎて怖いですね。台本が欲しいそうですね、キャラで統一しないといけないって聞いたのはそうなんですよね。あとは他のキャラがこのアクセントで言ったから、あの私もこの作品内ではこのアクセントで統一しようとか、そういう熱いと熱い同じでは違う、違うと思うんですけど違いますよね。違うんですよ、うん、そうですね、熱いと熱い、そうなんですよ。 そこがね難しい言われるがままに関西弁のキャラは不自然に聞こえることもありますよね。いやそうですよね。でもね、いいなと思います。方便が使える方って東京なので、ね、逆にちゃんとしたアクセントを使わないといけないというプレッシャープラス方言は何も喋れないというね。だから関西弁とかね、東北とかなんだろう、あと九州の方とか、なんか方言使えると可愛いし、キャラクターも喋れたらまあなんかなんだろう強いし、その仕事の上で方言も喋れてアクセントもちゃんと普通のも喋れるっていうのを二刀流したかったな。私も秋田のおばあちゃんがいて、あの秋田弁はよく小さい頃から聞いてたんですけど、喋れて喋ってって言われたら無理ですねあ、関西弁はやっぱり難しいですか？難しいです。なんかね、適当な関西弁でいいからこのキャラ関西弁っぽくやってって言われても適当な関西弁が無理です。無理なんですよ。できる方もいると思うんですけど、器用な方だと。いやでも私一回ゲームで関西弁のキャラクターやらせていただいた時に適当でも分かんなくて、なので大阪に住んでる子に全部やってもらいました。このアクイントネーションというかをもう聞いて、ボイスメモで録音してずっとそれを反復練習して、それでも難しいです。どこが上がってどこが下がるのかが分かんないです。東京でもベラン名区長とかできないのか、あーペヤンデーみたいな、ベラン名なんだベラン名っていやまあそういう感じ、江戸っ子みたいな、江戸っ子もできないな関西圏から東海圏に転校した時は最初笑われました。本当、関西といっても大阪の中でも方言に差がありますし、関西弁キャラ多いですよね。そうですよね。いや確かにね。でも私東京出身の人からしたら関西の方言の差もちょっとないですね、全部同じ関西弁っていう気分になっちゃう、ね、でもなんかいいな、方言憧れます、ね、でも秋田弁を極めるか今更あ、ベラン名はベラボー目の名前、ベラボー目ってどういう時に使うんだ。江戸子は火を言えなくて死と呼んでしまうらしいですが、ホッピーさん、すごい物知り皆さん。お、YouTube のコメントをいただきました。 UT さん、あやさま、こんばんは。こんばんはねえ、でももうそろそろ30分ですよ。もう終わりですよ。はい、終わりですよ前半がね、はい、そろそろ終了のお時間となりました、この番組ではメールを募集しています。nanase@wakuteka.live までお送りくださいということでね、後半はですね、もうなんと久しぶりの、すごく久しぶりのギターを、ギターここにありますね、ギターをやろうかと思います。ドントセイレイジーをねやるって言って多分3ヶ月ぐらいいろいろハサミに挟んで立ったと思うので、まあねちょっと未完成なところは、まあ、許してもらってやろうかと思ってます。はい、あとはねいただいた他のお便りを読んでいけたらいいなって思います。はい、では前半ありがとうございました。後ほど後半放送でお会いしましょう。バイバーイ。